様いかがお過ごしでしょうか。ジャズドラマ専属学園音楽大学客員教授、そしてワインエクスパートの大坂正彦です。よろしくお願いいたします。今日取り上げるフレーズはワンポイントフレーズシリーズとしてビリー・ヒギンスのフレーズを取り上げてみたいと思います。ビリー・ヒギンスもですね、以前に取り上げたロイ・ヘインズもジェフ・ハミルトンもそうですけれども、僕がアメリカにいた時にすごくライブを見に行ったドラマーの一人ですね。ビリー・ヒギンスは本当にね、リラックスしたムードでですね、リラックスしたスイング感、それがね非常に人気が高いんですね。とにかく無理のないドラミング、それがやっぱり聴いてる側に何とも言えない心地よさを与えてくれるんですね。そんなビリー・ヒギンスのフレーズを今日はちょっとワンポイントフレーズとして取り上げて深掘りしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。これは三拍フレーズになります。いわゆるヒミオライズされたフレーズだと思いますけれども、構造自体は実はトリプルパラディドルプラスベースドラムという形になりますね。トリプルパラディドルというのは皆さんご存知の通り、Right, left, right, left, right, left, right, right、 そしてまあもちろん反対もありますね。 Left, right, left, right, left, right, left, left、 トリプルパラディドル、まあこの右側だけのセームハンドパラディドルとしてですね、右側からだけの、トリプルパラディドルにベースドラムを一つ加える形、これは3拍フレーズなので2小節フレーズにするには2拍足りないわけなんですね。2回繰り返しして2拍を、そのギャップを埋める。ビリー・ヒギンスはすごくこのスティック、リムショットなんかも混ぜてオーケストレーションするとより、それっぽいというかね、いかがですか。なんかこうタイムモジュレーションが起こったかのような雰囲気になりますよね。以前にも紹介したこれなんかもビリー・ヒギンスよくやりますので、合わせて練習してみてはいかがでしょうか。ビリー・ヒギンス、素晴らしいドラマーなので、ぜひチェックしてみてください。まあ、今日はこんなところで、オンラインレッスンもやってますし、ライブもやってます、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。